ソフトバンクの田浦文丸投手24が2月の春季キャンプを福岡筑後でのリハビリ組でスタートすることが濃厚となった左肩のコンディション不良とみられ26日の監督・コーチ会議での組み分けで最終決定される和田らとの自主トレを打ち上げた後筑後でトレーニングを行っていた7年目の左腕は25日までにリハビリ組に合流 25日は約50メートルの距離でのキャッチボールを6、7割程度の力でいった。9エンジンは昨季チーム4位タイの46試合に登板した甲斐ノが山川の人的保障で西武へ移籍。オスナ、松本豊、藤井らの勝利の方程式は固まっているものの、昨季は自己最多の45試合に登板した田浦の出遅れはチームに大きな影響を及ぼしかねない。 野手でも2年目の育海が年末に頬を骨折。打撃練習中の打球が直撃した。4年目の笹川は年末に中水炎を患った影響で、共に参加予定だった柳田との自主トレを欠席。現在もリハビリ組で調整を続けている。ニーチキャンプインまで残り約1週間。将来を期待される若手に続いているアクシデントは不安材料だ。